こんにちは、ゾシンです。今日はアプリの操作方法を解説していきたいと思います。前回使ったこちらのストーリー Z の操作方法をしっかりと解説していきたいと思います。今回は iPhone での操作方法を解説していきます。先ほどのストーリー Z のアプリをまず開きます。開くとこのように広告が出てくるので右上の×印で閉じます。その後なんですけれども、こんな感じのページになっているので、下の真ん中のプラスボタンでこのセレクトツールっていうところを開きます。波の移動については左上のリップルってところを押してください。で、任意の画像をアルバムから選択してあげます。今回は適当なやつを選びます。サイズを聞かれるのでサイズを選択していきます。このままで良ければカスタムでチェックポイントを押してください。下にいろいろツールの使い方のところが、載ってこんな感じですね、載っているんですけれども、基本的に使うのは左の再生ボタンのようなアニメイトってところを押して使っていく感じになります。開くとこのようにモーションとかピンとかいろいろあるんですけれども、ここからここに向けて動きを表したいっていう時とかに使うのがモーションで、このピンっていうのが今打ってるんですけれども、赤いドットをこうやって打っていきますね。この部分に関しては動きを出さないというために使うものなので、一旦このイレーサーで消すんですけれども、実際このモーションをこういう風に使ってみると画像自体がグニャングニャンに動くんですよね。こんな感じですね。なのでそうなってしまってほしくない、この船は動かしたくないっていう時はピンで船を囲ってあげる必要が出てきます。で、細かい作業が必要な時って長押ししてあげると、少し拡大したやつが今こんな感じで左上に出てると思うんですけれども、ドットが拡大されて出てきますので、それで船自体をこの赤いドットで囲ってあげます。実際やっていくとなかなかめんどくさいので、最初のこの船首の方はね、結構丁寧にやってあげる必要はあると思うんですけれども、もうそれ以外はこうやって適当にパパパパパーと拡大もせずに、だいたいこれぐらいかなという形で囲っていってあげてもいいと思います。なかなかタップするのがめんどくさくなってくるとは思うんですけれども、船と海の部分の境目をしっかりとしてあげる必要は出てくるので、ここだけは辛抱して頑張って作業していってください。写真さえ撮っていればこのように携帯で簡単に加工できるので、例えば通勤途中の電車の中だったりとか、本当に空き時間とかいろんな時にこの作業ができるのは画期的だなと思うので、このアプリはかなり素敵だなと思いました。で、船だけじゃなくって周りの不要な部分も囲ってあげないと、背景の部分ですね、この白だったり黒だったりするところが一緒にぐにゃぐにゃ動いてしまうので、この境目の部分もしっかり意識してドット打ちをしていってあげる必要があります。これも大体の境目で大丈夫なんで、タンタンタンと素早く適当に打っていってあげてください。操作の影響といいますか、戻るボタンだったり再生ボタンだったり拡大ボタンだったりっていうのが左下右下とかにねあると思うんですけれども、そういったものが出てきてしまうので、ちょっとそこら辺はやりにくいと思うので、そこに関しては先ほど伝えた拡大機能を使って、長押ししていただくことでドット打ちやすいかなと思います。今ちらっと見えたんですけれども、この拡大ボタンですね、一回タップしてもらうと自由に動かせるようになります。で、こういう風にスワイプすることで拡大して、で、精密なドットを打つことができるので、こういう風な感じで作業することもできます。戻すときは今みたいにまた拡大ボタンを押してから指で縮小していくという形になります。で、大体のピン打ちがこれで終わりました。次にモーションを入れていきます。モーションのところをタップしてもらって、波の部分に線をこういう風に入れていきます。これが実は波の長さっていうんですかね、動きの長さっていうのが大事で、今少し長めにやってるんですけど、こんな感じでちょっと速い動きになってしまうんですよね。波の流れが速かったり船の動きが速いっていう時はですね、結構大きめの線を描いてあげてもいいかなと思うんですけれども、実際小さな動きにしたい時っていうのはこれくらい小さいちょこっていうような線をたくさん描いてあげる必要が出てきます。こういう風にすることによって波の動きを緩やかにしてあげることができるので、実際の船の大きさだったり、波の速さ海の速さですねっていうのを意識して
どのような長さの線を書いてあげるかっていうのを考えて作業をしていってください。今、この船の左側、この画面から見て右側ですけれども、実際の波の動きを意識してどん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 印をこうやってモーションの印をつけていってる状態です。感覚が開かないようにするとこんな感じ、実際いい感じに波は動いてくれているので、この調子で全体に向けてやっていきます。ところどころで、波の動きを再生ボタンで再生してどんな感じかっていうのを確認しながらやることで、波が動いてない部分、止まってしまってる部分とか不自然な部分が分かりやすくなるので、ちょくちょくこういう風にね、確認の時間を取りながらやっていくと作業の進み具合が分かりやすくなるのではないかなと思うので、実際の作業の際はちょっとずつ作業していっていただくのが一番いいかなと思います。で、船の横に関しては、船から遠ざかるような斜めに線を入れていけばいいと思うんですけれども、船の前方の部分ですねっていうのは、波自体はこんな風に立ってはいないので、船に向かってだったりとか逆に船から離れたりだとか、いろんな向きの線を描くことはできると思うので、そこは船から出ている波と、元々の海の部分っていうのはしっかり区別をつけて波の動きを表現してあげるっていうのがポイントになってくるかなと思うので意識してください。ではここでさっき説明した、大げさな例ですけれども、長い線を引くとどうなるかっていうところで一回やってみるんですけれども、この画面の左側の波だけすごい速い動きが出てしまってると思います。大きい波の動きって言った方が分かりやすいですかね。まるで川の濁流のような流れになってしまうので、今回の船の動きからするとそういうのはちょっといらないかなっていうところで、こういう間違えた時は左下の戻るボタンで簡単に消すことができます。なので、この画面見て右側と同じようにちょっとずつ小さな線をちょくちょくと書いていってあげることで小さな波の動きを表現することができるので、そういう風に再現していくという形になります。船から遠ざかるように意識して波を描いていくとこんな感じですね。どうでしょう、さっきの長い線と比べると、だいぶゆっくりな動きになっているのでいいのではないかなと思います。で、あと関係ない部分に関しては適当な海の波の動きっていうのをこういう風にね描いてあげていくと、実際の海流っていうのをね再現できるのかなと思うんですけれども、基本は一方向やと思うんでこんな適当に描くのは違うかなと思ったりするんですけれども、どうでしょう、変な渦潮みたいな感じになってしまいますね。という風に一回やってみて、で再生してどんな感じになっているのかっていうのを見ていくっていうのが一番の方法かなと思います。で、このイレースってところを使えば消しゴム機能になっているので、間違えたところはこのように消してまたモーションで新しくどの向きの波にするかっていうのを決めてあげてから追加していくと、こういう風にやって間違えたら消して、やって確認して消しての作業をですね延々と繰り返していくだけなので、そんな難しい作業じゃないので一度やっていただければ簡単に覚えてできるかなと思います。根気こそいるんですけれども、こうやって確認しながら作業ができるっていうのは進捗が見やすい作業になりますので、終わりなき戦いから逃れられるので個人的にはやってて楽しい作業かなと思います。今回は模型の写真の編集っていう形で遊んでいるんですけれども、実際に旅行が好きな方だったりするとこのストーリー Z 自体の、サンプルみたいな感じで置いてあるのが滝のところに男の人が立ってる写真だったりするんですけれども、いろんなところに遊びに行って風景の写真撮ったりだとか人物の写真撮ったりする人からするとそういった写真を動かせるっていうのはとても面白いことだと思うので、模型に限らずいろんな写真をこういう風に加工して、自然の部分だけを動かしてあげるっていうことができる画期的なシステムを、これを機会にちょっとやっていただければなと思います。そうこう言ってるうちにだいたい波の動きが自然なものを再現できるようになってきているので、これやり続けるとね本当にこれも終わりが見えない戦いになってしまうので、ある程度のところで区切りをつけてあげる必要があるんですけれども、見た感じ不自然なところないなってなっていったら、このスピードっていうところでねスピードを調整してあげたりとかもできるんですけれども、ある程度やれることを全部やったなとなるとこういうふうにエクスポートをしてあげる必要があります。エクスポートの種類は、ビデオだったりいろいろあるんですけれども、基本的にはビデオで保存していくようにします。
の際の秒数の設定とかをいろいろいじることができるので、この場面で何秒の動画にするかとか、そういったところを設定してエクスポートをかけてあげる必要があります。設定が終わったらこの下の部分のエクスポートというところをタップしていただくと、ものの数秒で動画ファイルに変換してくれます。はい、これを保存する場合はセーブ、シェアをする場合はシェアの部分をタップします。少し違うなと思うところがあったりすると、上の×印で閉じすぎるとこのようにホーム画面に戻ってしまって、今までの作業がなかったことになってしまうのでご注意ください。今日の動画は以上になります。とても悲しいです。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。